皆さんこんにちは、まっちゃんです。今日のテーマはですね、変形と筋の長さっていうことについてお話ししたいと思うんですよ。筋の長さって何と思うかもしれないですけども、これね、意外と重要なんだけど、あまり考えられていないんじゃないかなと思って、どうしても必要でね、ここでお話をさせていただこうかなと思いました。まあね、前回ちょっと痛みを取ろうぜっていうことをね、コーヒーブレイクで話をしたんだけど、皆さんどうでしたでしょうかね。ちょっとまあ参考になってくれればいいんだけど、まあ皆さんの体を治すのはとにかく自己治癒力なんです。これ皆さん誰もが持ってますよ、自己治癒力ね。これがね、例えば変形性膝関節症とか変形性股関節症になるとね、急にね、なんかこの治癒力がどっか行っちゃうんですよね。その話すごく大事なのに、その自己治癒力というのをね、あんまり問題視されないというか重要視されないんですよね。で、じゃあ私の仕事は何かというと、この皆さんの持っている自然治癒力、自己治癒力をアップさせることなんですよ。アップね。で、もっと分かりやすく言うと血流を良くすることなんですよ。まあ痛みを取るっていうのももちろんあるんだけど、その結果血流を良くして治癒力を上げようということなんです。で、もう一つの仕事は、皆さんのこの持っている自己治癒力を低下させないようにさせなきゃいけないと。で、それの中にね、まあ不適切な筋トレを防ぐっていうことがあると思うんです。これをね、防げれば自己治癒力の悪化も防げるというふうに考えています。まあ前回のね、まあ痛みを取ろうぜっていうことについてね、少し補足させていただきました。ですね、変形、皆さんまあ変形っていう言葉がよく聞いたことがあります。私はまあたびたび言ってきましたけども、変形とは形を変えて治ることです。これは膝でも股関節でも腰でも一緒、形を変えて治ること。その結果変形してるように見えるんだけど、骨は治ってるんだということなんです。これが自己治癒力なんです。で、炎症っていうのも治癒力の一つなんだけどね、炎症が骨と軟骨を破壊して、一旦破壊するように見えるんだよ。で、すごく悪化するように見える。そっから、どんどん修復してくるということなんですよね。炎症が破壊して、細胞がまた修復していくんだよね。うん、ここが面白いんですよ、人間の治癒力が持ってるんだよね。それは幹細胞という細胞です。幹細胞はね、幹細胞ってすごくよくできててね、骨が足りなければ骨になる、軟骨が足りなきゃ軟骨になって、そこを修復していくんだよね。これも人間の持つ治癒力なんですね。で、今日のテーマのね、変形と筋の張力ということなんだけども、この画像を見てほしいんですよ。で、まあ皆さんから見て左側にあるレントゲン画像がまあ正常だとします。で、皆さんから見て右側にある画像がね、変形している画像です。この形が違うの分かりますでしょうか。そうすると赤い線の長さが違ってくるんです。この赤い線って何かっていうと、まあ中殿筋という筋肉です。まあ模式的にこれは書いてあるんだけど、中殿筋を赤で示しました。こうなると筋肉の長さが違うっていうのは分かりますか。変形することによって筋肉の長さが変わってくるんだよっていうのは、この赤い線の長さの違いで分かってくれるかなと思います。これがね、
これは中臀筋なんだけど、もちろん小臀筋っていうのもあって、股関節周りの22本のうちほとんどの筋肉の長さが変わります。変わるんですよね。この画像でよく分かっていただけると思う。変形をすることによって長さが変わってくる筋肉があるんだよということが分かっていただけると思うんです。まあ変形と筋の張力で、筋肉っていうのはね、ある程度長さがあるとピーンとこう引っ張られた感じがあるわけ。これが重要なんですよ。ところが筋肉短くなると、そのピーンと引っ張られる感じがなくなるんですよね。このピーンと引っ張った感じを張力って言うんですよね。張力がある程度ないと筋力っていうのは発揮されないんです。じゃあ張力が落ちた場合に筋力って落ちるんですよ。筋力は低下するのだけども、これが運動をしてないから筋力が低下してると考えられると、一生懸命、まあ横になってね、足を上げるという、これは中臀筋の例ですけども、そういう筋トレを今まで指導されてきたじゃないですか。それを一生懸命やるのに、いや実はこの変形がある側の中臀筋って全然筋力が出しにくいんだよ。それをなんか重りとかつけてね、一生懸命やってしまう、これいいんだろうかってことなんですよ。やっぱりあんまりにも弱い筋肉を筋トレしてしまうと、やっぱり筋肉痛めてしまうということがあるんでね、こういうね筋肉の長さっていうのがねすごく関係するんです。で意外とねこのこと誰も言わないんですよね。これはね張力と筋力の関係なんだけど、こういうまあ本があるんです。これまあ私昔買った、もう30年ぐらい前に買ったオストランド運動生理学という本なんですけどね、まあ、この本の53ページにね、53ページに出てる図がこれなんですよ。まあ、これは僕ね、まあ、だから30年ぐらい前から見てるわけ、ね、で僕はなんか思いついたように言ってるわけじゃないわけですよ。53ページにちゃんと出てるわけなんですね。こういう本のね教科書になってる、もう30年前になっているということは、もっと前から研究されてましたというのがこの、図なんですよね。これ何が言いたいかというと、この横のラインが筋肉の長さ、まあね細かく説明すると難しいけど、まあ大体長さと思ってください。で縦のラインが筋力、要するに筋肉の長さによって筋力が違うよという、いうことを書いてあるんですよね。で、大体ね、まあ、筋肉のもともとの長さの 1.2 倍とか 1.3 倍ぐらいのちょっとピーンと張られた状態が一番力が出やすいって言われてるんですよね。だけど、じゃあもっと長くするとピーンとはなるんだけど、筋力がね、ゼロになったりするんですよ。ね。じゃあ短くてもまた筋力は落ちていくわけ。まあこれ正常なんだよ。正常なんだけど、筋肉自体は正常なんだけど力が出せなくなるんですよ。そこを考慮してね、筋トレとかね、行っていかなきゃいけないんだけど、実際はどうなんだろうかね。筋トレにまあ変形性股関節症とか変形性膝関節症の筋トレにこの筋肉の長さっていうのが考慮されてるんだろうか。それがね、正常の関節の筋トレと同じことをもしかしたらしてるかもしれない。そのことで筋肉が傷んだり痛みが強くなったりする可能性もあるということなんですね。まあ、今までの話だと筋肉がまあ疲れたりとかね、痛みを出している時は筋トレダメだよって言ってきましたけど、こういうこともあるんですよ。筋肉の長さ、つまり変形がある関節に対して筋トレをやることがいいのかどうか、私はこれダメだと思ってるわけです。変形があるだけでもダメだと思います。例えば人工関節にすると
もうほぼ筋肉の長さが正常に戻るんで、それは筋トレまだいいと思うんですよ。だけどまあ自己活動すれば、関節法とか関節芯ね、関節芯を含んだ関節法を取ってしまうんで、人工関節は痛みを感じません。まあこういうふうに基本的に考えていいと思います。人工関節では痛みを感じるところがない。そして筋肉の長さが正常になる。だからある程度筋トレはいいと思うけど、痛みがないもんで旅行に行ったりとかね、階段登ったりとかできるようになる。それが筋トレになるんだよと僕は人工関節の方には話をしています。だからね、こういう筋肉の長さっていうのがね、まあ手術をしてない人にとって筋トレをするにはどうなんだろうか、僕はもう間違ってると思う。つまり変形がある人は筋トレしちゃいけないと思ってますね。もうちょっとこう安全な筋トレがあるんじゃないか。で、重りをつけてやるとかね、関節を動かしながらやるっていう筋トレが非常にリスクが高いと思っています。ということでね、今日はね、まあ皆さんちょっとあまり聞いたことなかったかもしれません、変形が起こると筋肉の長さが変わるんだよと。で、筋肉の長さが変わると筋力が変わるんだということなんです。これをなんか運動してないための筋力低下だと考えられたら困るんです。短くなれば筋力は落ちるんだけど、これは使ってないための筋力低下とは違うんだと。筋力が弱いから筋トレしなきゃ筋トレしなきゃって思ってしまうっていうのが今までの考え方、まあ、私の中ではもう30年ぐらい前の考え方になってくるということなんです。ということで今日はね、変形と筋肉の長さについてお話しさせていただきました。皆さん元気に過ごしましょう。それではまたお会いしましょう。まっちゃんでした。さようなら。